第31回全国地域リーグ決勝大会は2007年11月23日から12月2日まで広島県、愛知県、長野県及び埼玉県で開催された全国地域リーグ決勝大会である14チームが3チームと4チームの4グループに分かれて総当たりの1次ラウンドを戦い各グループの上位1チームが決勝ラウンドに進出する 決勝ラウンドは4チーム総当たりによるリーグ戦を戦う。当初は1位2位チームが日本フットボールリーグに自動昇格、3位チームは JFL チームとの入れ替え戦に進む予定とされていたが、同年の JFL 終了後、富山県日本橋奥アローズ北陸と YKKAP が合併して、カタール富山に移行することとなったため、上位3チームが JFL 昇格となった。 一時、ラウンド、決勝ラウンドとも、前後半90分で同点の場合は、PK 戦を行う、完全決着方式により行われ、試合時間内の勝者イコール3点、PK 戦による、勝者イコール2点、PK 戦による、敗者イコール1点、試合時間内の敗者イコール0点の要領で勝ち点を配分し、勝ち点合計、得失点差、総得点数、 当該チーム間の対戦結果の順序により順位を決定する。以上のいずれの方法でも順位が決定しない場合は、1位2位を決める場合のみ順位決定戦を行う。下記の区分により選出された14チームによって行われた。2007年度各地域リーグ優勝チーム前回、大会決勝ラウンド進出チームの所属地域より1、チーム JFL 入りを希望する。 大学サッカー連盟所属より1、チーム J リーグ加盟を標榜するクラブに対する、優遇措置を承認された1チーム第43回全国社会人、サッカー選手権大会優勝チームグラー森岡 V、ファジアーノ岡山フットボールクラブグラー森岡 V ホンダロックサッカー部ファジアーノ岡山フットボールクラブ V ホンダロックサッカー部、矢崎バレンテフットボールクラブ V ニューウェーブ北九州 矢崎バレンテフットボールクラブ VNEC、東金サッカー部ニューウェーブ北九州 VNEC、東金サッカー部 FC、町田ゼルビア V バンディオンセ神戸静岡フットボールクラブ V ノルブリッツ北海道 FC、FC 町田ゼルビア V 静岡フットボールクラブ、バンディオンセ神戸 V ノルブリッツ北海道 FC、FC 町田ゼルビア V ノルブリッツ北海道 FC、バンディオンセ神戸 V 静岡 フットボールクラブフットボールクラブセントラル中国 VFC 未応ビは国札松本山宮城フットボールクラブ美美 V 徳島ボルティスアマチュアフットボールクラブセントラル中国 V 松本山宮城フットボールクラブ FC 未応ビは国札 V 徳島ボルティスアマチュアフットボールクラブセントラル中国 V 徳島ボルティスアマチュアフットボール FC 未応備は国札 V 松本山宮城フットボールクラブファジアーノ岡山 フットボールクラブ V ニューウェーブ北九州バンディオンセ、神戸 VFC 未応ビは国札ファジアーノ岡山、フットボールクラブ V バンディオンセ神戸ニューウェーブ、北九州 VFC 未応ビは国札ファジアーノ、岡山フットボールクラブ VFC 未オ備は国草ニューウェーブ北九州 V バンディオンセ神戸。ありがとうございます。